今回は2023年総集編として高橋先生が選ぶ注目ニューストップ5としてお送りしてまいりたいと思います。はい、高橋先生よろしくお願いいたします。わかりました。はい、えっ、ー、とまず第五位、えー、マイナンバーカードやインボイスなどデジタル化の動きでございます。 えっと、マイナンバーカードと健康保険証の一体化やマイナンバーカードの利用範囲の拡大などを盛り込んだ関連とする法律の改正法が6月2日の参議院本会議で賛成多数、可決・成立しましたということなんですけれどもこちらにつきましてお伺いできればと思います私、もともとあれなんですね、あのもうあのいろいろとカードとかたくさん持ってて。あの たんですけどねマイナンバーカードになって結構楽になったんですよでみんなが大変だ大変だって言うんですけどね何が大変か正直言ってよくわかんなくてねあのうん、私よくあの病院に行くんですけどねまあ年取ってますからね年取るとね病院を行くすごく行くんですよこれであのその度に1ヶ月に いっぺんね、あの健康保険証を出してくれって言われてこれでまあ出してるわけですけどね今やあのそのえっとマイナンバーカードでできるんでそれそうするとあの健康保険証を出してくれって言われてなんか出して向こうの えーと人が、ね、この健康検証をチェックしてっていう作業があったんだけど今はただ単にマイナンバーカードをあるところにポッて差し出すだけでそうするとあのそこで顔認証 してそれで私がだから顔,顔認証でやりました。まああの実はねマイナンバーカードで番号を入れてやるってのもできるんですけどねもう弁護番号入れるのめんどくさい私顔認証でしてるんですよ。そうすると顔認証でしてるとそれポッと押すだけで顔が認証をしてくれてそれであの健康保険証のチェックが終わってそれで終わるからあの私は楽だしおそらくねあの病院の人も楽ですね。 だってて見なくて済むそうするとただもうあの、えー、といろんなデータが何かがねそこでも全部認証終わっちゃうしでもすごく楽なんでのあのあれ使う人少ないって言ってるんだけどあれなんでかなと多分ね病院の方から見たらあのたあマイナンバーカードのはるかに簡単だと思いますけどね。 だから、私、そういうデジタル化っていうのは、あの、結構好きな方なんでね、だからもう、率先してやってるんですけどね、案外嫌な人っているらしいんだけど、だってよくよく考えたらね、あの、健康保険証って、あれじゃないですか、みんな持ち歩くでしょ持ち歩いて、あれが持ち歩くことが危険だってこと、みんなわかってないんですよね。あれ健康保険証、もし落としたらね、舐めん、 顔も何もないから、結構偽造しやすいんですよ。でね、あの。まあね、健康保険証って、あの、結構ね。 しゃかりばかなんかですとね、あの偽造したのっていうのは結構ね、取引されてるんですよね。私そういうの知ってるんだけどね。そうするとね、健康保険証なんて持ち歩いて落としたらすごく危ないなと私は思ってるわけ。だから、健康保険証持ち歩かないで、あのマイナンバーをカードになったからほ、ほっとしてるんです。マイナンバーカードはね、さすがにね、落としてもあれ偽造結構難しいですよ。だからね、顔写真もないね、健康保険証なんてね、落としたら悲惨でしょ。だからね、ああいうの持ち歩くの嫌だったんです、今まで。でも、今度マイ。 マイナンバーカードになったからそちらを持ってるわけ。そちらを持ってるとマイナンバーカードは正直言うと落としてもね、まあなかなか偽存もないし、あの不正利用はも難しいと思いますね。だから結局それを意味では私は結構ほっとしてるんですけどね。あとはイディショウ最近ですとそのなんてうかなこのデジタルから一貫だと10月から。 インボイス始まってねこれは結構私の身の回りで面白いことがたくさん起こって起こりましたね。であの、まあ、実は私の,あのし、えー、と義理の母なんかも,んかもまあ彼女に高齢なんですけどね、まあ、不動産業不動産というか賃貸やってるんですよね。で今まで待っ 全く込み、なんて言うかな、消費税の話全然意識なくて、あの、まあ、いろんな、えっと、会社に貸してたんですけどね。だから、でも、私がだから、まあ、インボイスの番号を取ってね、消費税もらった方がいいよって言ったら、それでや,やったら、案外簡単に、あの、会社の方は、あの、まあ、消費税込み込みで払うようになったわけですよ。ですごく楽だって言ってましたけどね。でね、 私もほらテレビよく出るでしょテレビ出るとね、テレビの契約、出演の契約っていうの皆さんあんまり知らないと思うけれど、いろいろ複雑複雑っていうかね、面白い契約が多いんですよ。でね、はっきり言うと、あのテレビ出てる時には、出演料と税金はコみ込みなんです。コみ込みなの。それでね、だから今までコみ込みでやったんで、消費税が上がる 時あったででしょでも私、出演で全然変わんないのね。ということはどういうことかっていうと、出演料と消費税込み込みってことは、私、手取り減ってたんだよね。うん、そうでしょ ?5% か8%、8%、10%になって、私の手取り変わんない、ね、で、あれは消費税込み込みだから、変わんなかったんだけど、それはね、実はね、間に入っているね、キャスティング会社ってなってね、そこが抜いてたの。 それでね、私一回テレビでね、これはね、消費税の話、とテレビ局は私消費税払ってもらってないんですって言ったら、テレビ局の人方かだし、ちゃんと払ってますって言ったわけね払ってない人、こっち全然変わってないですよって言ったら、キャスティング会社は全部抜いてて、キャスティング会社は消費税上がるたびに自分のポッポに入るのが大きいから。 まあ、儲けてたって話だ。それらね、あの、インボイスの時みんなバレちゃった。そ <laughs> れで私は楽屋でね、こういうふうにね、キャスティング会社もうね、まあ、あの、要するにこれエキゼってやつで、ポ,ポポ入れてるんですよって言った。そしたらね、キャスティング会社すぐ焦って、それで、ね、あの、みんなに、あの、えっ、ー、と、活営業者かどうかって聞いて、それで、番号入って入れて、 連絡したら、実は消費税の話の振り込みなんかも、実は別に全部なるようになりましたね。だから、ある意味でね、このデジタル化っていうのかな、こういうのって、 あの、一つ数字になって出るから、今までの曖昧なのがね、すごくみんな浮き彫りになって出てきて、例えば消費税なんかは、曖昧にコみコみでやって出て、ポッポ取って入れて取ってた人もね、もうみんな話されなくなっちゃってね、かそれぞれみんなあれですよ、あの、今私がて出てるテレビなんかだとみんな課税業者だから、番号を伝えて、そうすると、その今までキャスティング会社が取ってた分を、 取らなくて、これで我々出演者の方に全部払うようになってくれましたね。だから、ある意味、結構、公正命題っていうかね。こういう風なデジタルとか、その話になると、インチキがしにくくなるんじゃないですか。うん、あの、さっきのね、あのマイナンバーカードなんかもそうだけど、不正の保険証で、それで保険請求を結構な金額。あのね、これ。 まあ大きな数字が。 ねまあ、数百億円と大きな数字が不正請求があるっていうのもねマイナンバーカードを使ってそれマイナンバーカードによって保険請求しただん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 なくなってきたとみんな言ってますねそれはなぜかっていうとマイナンバーカードを不正し,不正しにくいからなんですよ、まあ、あの普通の健康保険証で顔写真もないでしょだからね誰が使ってるか分かりにくいんですよそうすると結構不正請求っていうのはやりやすいんですよねマイナンバーカードで保険証の人は不正請求はまず難しいですよねそうするとだんだん だんだん、だんだん、そういう今まで意識やってたのがね。 こういうふうなデジタル化の中で浮き彫りになってくるっていうのは私は結構ね、ちょっと性格悪いからね、はっきり言えば。性格悪いからそういうの浮き彫りになってくると楽しいんですよ。ほいとねあの、このマインダンバーカードとかねあの、インボイスの話でね、この数字の話なんだけど、結構今までごまかしてた人が、の身の回りにも結構たくさん出てきてね、結構面白くてね、私は前から認識してないから、こういうのはね、表に出たものがすっきりしていいしね、社会的にも,もなかなか悪い話じゃないんじゃないかなと思ってるんですよね。でも案外 ね、まだまだあれかなインボイスなんかだとまだ現金取引でやってる人いますからねこの間あの大阪でタクシー乗った時に。 現金しかダメですよってびっくりしましたけどね。それで流出しもなったら、マイナ、あの、番号もなくてね、あれはもう経費落ちないから困っちゃったんですよね。だからこれからみんなね、番号をみんな取って、あの、公明正大にね、売った消費税はもうそのまま納めちゃってって、だって自分で儲ければこれで儲けちゃいけないなと思うんですけどね。だからマイナンバーカードもインボイスの話もね、もう全部デジタル化の話になるとね、なんか今まで、あの、こっそりね、儲けてた、インチキしてた人が <laughs> 炙り出るんでね、その人たち すごく必死になってねこの制度おかしいってインボイスはおかしいとかねマインダームおかしいって言ってるのは結構滑稽で、ね、あんたそれあれでしょう自分たちがこっそりいうけるのが無理になったからじゃないですかって思わず私なんか思っちゃうくらいなあのところでありますよそういう意味でこのねマインダームの話とかねインボイスの話とかそういうのでデジタル化とかそういうのでなんとなくインチキがだんだんあぶり出る世界になるのは私は結構喜んで見てるってそんな感じでありますけどね。ありがとうございます